群馬県道12号前橋高崎線は群馬県前橋市から高崎市に至る県道である。本県道は前橋市石倉町から南進し、高崎市和田田中町の国道17号交点までを結ぶ路線であり上越線と並行して走る。かつて路線の大部分が国道17号であった。高崎駅など高崎市街の向かう場所によっては本県道の方が 近い場合があるため、国道から県道に降格した現在でも大変、混雑の激しい道路である。なお、起点から、群馬県道13号前橋長瀞線を介して350メートル弱北進すると、国道17号の交点かつ、県道13号の起点である石倉山頂を目交差点に至る。また起点から県道13号を介して100メートル弱東進すると、 群馬県道109号石倉前橋停車場線の起点に至る。かつて前橋市石倉町高崎市飯塚町の約 6.3km 区間は一級国道17号線に指定されていた区間である。本県道の車線数は起点付近新前橋駅前高崎駅東口付近は4車線以上になっている他は2車線である。前橋市 石倉町一丁目交差点写真右奥方向が県道12号、写真左手前方向が県道13号、写真右方向が主導である。昭和34年の県道新前橋停車場線の道路の供用開始に関する告示の中で確認することができる。ありがとうございます。